やった。みんなこれオルファチェだ。魔女だ。魔女です皆さん、魔女。ババアはまだ来てないかもしれん。ババアは俺の行く先にあのチョコをしおったからさ。俺まだまだ持つよ。犠牲で攻撃 OK。 うん、まあ、犬はどうしようもないわ、さすがに。オッケー、オフェンス 50%。 調合師が 26? え、追われてたんですか、調合師。え、調合師追われてたっけ。だってオフェンス、あ、踏みに行ったんか。え、でも近かったよ、近かったよ。でも、オフェンス狙いですね。あいつ次の犬やからな。あいつ次の犬出すからな。次の犬。これが俺のチェーススキルじゃ、バカ野郎。これがベースのチェーススキルよ。わかるか、これが。俺がそこら辺のやつと違うところなんだな。ずっと追ってるからね。ずっと俺追ってるから注意な。ずっと俺追ってるから。よーしよしよし、だいぶ持ったぞ。おい、すごい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 、すごいわー。オフェンスやるじゃない。やるじゃない。え、ババは中にいるんでしょ。俺は知ってるんだよ。ババは中にいるんでしょ。解読し終えた暗号機のとこに行くもんね。残り1台、魔女は俺先行くよ。だってすごいじゃん。先行くよだってすごいじゃん。マックスですよね。すごいじゃん。構成戻るじゃん。すごいじゃん。すごいじゃん。すごすぎじゃん。ちなみにあんな早い段階で鬼没に切り替える魔女見たことございません。はい、切り替えた時点でもう終わりです。一回ミスったら捕まれへんの、俺みたいな。そのベースのチェイス力強いやつ無理やっちゅうねん。すぐ板探さんと、あれが来るわ。すぐ板探さんと。あー、鬼没来る、鬼没、鬼没来るで。うらっ。よっは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 っ。ふぅふぅ、ふぅふぅ。
ババ見てる？で見て、え占い師外にいるんですけど、え冒険家じゃん、え何これ、あ前からそんな感じだったの、ユーザーなんたらだったかな。さあ行きましょう、よろしくお願いします。ここねすぐハンター来ちゃうんですよ。はい、この窓から見よう。今回、利敵フクロウいないからね。あら、ニョニョロイ、起きた、ニョニョロイいたわ。フィリアさん、笑うなや。もう、俺が笑ってしまいそうじゃないか。あら、見てるわ。これ来るなら、焼き入れ。わ、傭兵もおるんか。よーし、傭兵 50% まで俺持ったよ。ポニーを減ったんかな。普通にプロの大会でめっちゃ出るし、でもそれに比例して技師が 92% やばっ。あー上がっちゃった。あらあらあら、すごいわ。ニョニョニ2個置いた。瞬間移動警戒してほしいと思ったけど、ニョニョロだったんです。そういえばギャグ魔人みたいな名前。ギャグ魔人って中衛のこと。この間見たら普通に笑ってしまった、中衛のギャグでまとめみたいなやつ、結構面白い。爆笑レッドカーペットらへんの時代のやつやけど、どうせ使えんかったかな。うん、まあ流れいいからね、大した問題じゃない。ありがとうだって言っても、ん、負けはいかないと思うよ。傭兵がダメなんせんかったら、これ負ける要素はまだ俺見てない。ありがとうだって、まあ言われても、うん、まあしょうがない気がしますけど。で手を貸してはちょっとわからんかな。あんた涙目、まあ涙目なのはね、ダブルダンスはきつい。これが中国のプロたちが調香師使わない理由かもしれないね。いつぞやこのアジアサーバーでね、その調香師使ってる人に対して、え占い師ないのに使うんですかって聞いてる人おったわ。それほど、ね、一部の日本の、ね、日本人の目でも変なんだろうな。73% か。強いよ。うわー、やったよー。あれに切り替えるからね、瞬間移動に。あ、見えてんな、これ見えてるね。よっしゃー、どっちかは生きるよ。ちなみに技師は俺と同じ逆方向。オッケーオッケーオッケー。
犠牲向こうに人おるから義士は逃げ切れると思うよ俺は。犠牲や、やっぱ犠牲や。義士さんはどっち行くやろ、向こうかな。オッケーオッケー、いいねいいね、オッケー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 。で傭兵寄る、傭兵寄る、これ瞬間移動切り替えるから。ニョニョ最後までやる。アントニオ見ないから、犠牲、犠牲ですね、はい。